こんにちは、ローニープーです。今回はベンダー様に商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。今回はですね、こちらですね、とてもね、小さくて軽量のですね、充電器の方ですね、33W ということで、詳しくですね、見ていきたいなというふうに思います。超小型充電器になってるんですよね。同じ 33W のですね、私が持ってる充電器がこちらになります。見るからにね、大きさ違うでしょう。同じ 33W、USB 端子がついているので、その分大きいとはいえですね、やはりこのね、コンパクトさっていうんですかね、すごいなというふうに思います。2022年1月時点で世界最小ということになっているそうです。重さの方を見ていきたいというふうに思います。今私が使ってるこの 33W のですね、充電器の方ね、見てみたいと思います。はい。はい。約ね、50g ということになっています。最小の充電器 33W 置いています。はい。45g ということで、やはりこちらの方がね、コンパクトであるということがわかると思うんですね。奥行きの方がですね、37ミリ。そして、この幅の方がですね、33ミリというのがですね、今使っているものなんですけども、こちら、超ミニのですね、充電器の方。こちらが、はい、約 30.6、30ミリの奥行き。そして幅も30ミリ、30.4。ということで、非常にね、コンパクトなサイズ。軽量でコンパクトということになっていることがわかります。PD3.0、QC3.0 対応ということで、MacBook、iPhone、iPad Air、Galaxy、Android のスマートフォン、それから Windows PC、ノートパソコン、任天堂スイッチなどなどですね、多くの機器に対応しています。33W のハイパワーということで、iPhone の場合ですね、通常の充電器よりも3倍以上の速さで充電することができるという仕様になっています。外向きに出力する場合も、それから充電する場合も PD 対応のですね、モバイルバッテリーですね。ちょっとね、こちらの方ね、どれぐらいになるのか見ていきたいと思います。きっとこれで表示されるんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。はい。もう1、いきなり。はい。どうでしょう。18W、18.7、18.8 ですね。はい。ということで、今、給電が始まってるということで、もちろんですね、最大 33W ということなので、今、18、19、18。約19ですね。約 19W でですね、2アンペアですね。9.1615。約 9V、2アンペア。そして、18から 19W ということで、機能しています。こちら側のね、機器の方が、PD のその W 数、最大がどうなってるのかによってもですね、ここ変わると思うんですけども、こちら、充電器、33W 最大ということになってますので、こちら、バッテリーの方の充電ですね、の PD 対応が約きっと 20W ぐらいになっているということですね。はい。ですから約19ぐらいですね。19W ぐらいで、スピード充電というんでしょうかね。されているという状況になります。先ほど計測しましたようにですね、一辺あたり3センチのですね、超コンパクトサイズということで、重さの方もですね、先ほど私計測した値で言うと 45g ということで、軽量な充電器ということになっています。こちらもそうなんですけれども、こちらも窒化ガリウムを採用しているので、放熱に優れているためですね、このようにですね、
小型化することができるようになったということになっています。様々なですね、保護システムは中に入ってまして、高出力でありながら安全に充電をすることができる充電器ということになってるんですよね。外に持ち出す機器と一緒にですね、使うということになりますから、少しでも軽量であればあるほどですね、持ち運ぶときに楽になる。そして小さければ小さいほどですね、持ち運ぶときに邪魔にならないということになるんじゃないかなというふうに思います。この33ワットのスーパーミニ充電器、ほんまにええもんです。いかがでしたでしょうか？参考になりましたでしょうか？それではまたご覧になってください。さよなら。